こんにちは。賢者からの3つの教え解説の時間です。本日は455ページから解説していきます。第2の方法はたくさんの人の思考法を学ぶことです。このためにはたくさんの経営者が書いた本を読むことをお勧めします。経営は短期的には時流にさえ乗ればどんな経営者でも成功してしまいます。しかし30年成功し続けるには成功するための普遍的なメソッドがあります。経営者の本はまず30年以上第一線で活躍した経営者の本がおすすめです。私が独立した時は最初に松下幸之助、稲盛和夫、その思考の原点にある中村天風を読み、その思考法を学びました。経営者でなくてもこの3名の思考法の研究はぜひ行ってほしいと思います。経営は教科書通りにはいかないと言って勉強を怠る経営者もいますが、教科書とは基本であり、すべてに応用できるように一般化されています。私はむしろ経営は教科書通りに実践することでうまくいくと考えています。教科書通りに経営するためには応用力が必要です。この応用力こそ経営者に必要なコンセプチュアルスキルです。このスキルが高まれば教科書通り、つまり基本に忠実になります。何事も基本が最も重要です。経営の基本の習得は読書以外にありません。経営は基本を習得し演繹法で行うことが大切です。経験を通じて得られるものには偏りがあり、スピードが遅すぎます。経験、機能法は常に補完的な要素と考えるべきです。ここまでの解説を久野会長お願いします。はい、こんにちは。まあね、弁証法を身につけてもね、疑ってもある程度の知識とか考え方の量がないのでさ、考えても浮かんでこないのよ、何にも否定したところでね。ってことはたくさん普段から勉強していくことが重要で、まあ、私も独立した時にね、経営者になったと、自分の定義づけね、はい、私は経営者である、わかる？それまではね、私は公認会計士であるだったのよ、うんうんうん、それが経営者である、私は経営者ですになったの。肩書きというか、アイデンティティが変わったんです、うん、でその時に、あ、私は経営者だから、うん、経営を学ぶね、つまり、あ、経営って言ったら経営の神様いるじゃん、神様いるじゃん、はい、でしょ、はい、神様の言うことでちょっと聞こうかなと、うんうん、経営の神様といえば誰、うん、松下幸之助、そうだよね。あと思ったのよ、はい、思ったの、あ、これね、やっぱ神様と呼ばれる人の言うこと聞かないといけないなと思って、うん、松下幸之助の本をねちょっと読んでみた、はい、そしたらね、中村天風のコンセプトに行き着きね、うん、あ、そこから学んだ人、稲盛とかね、うん、稲盛和夫さんとかね、うん、あ、この辺が出てきたね。あ、じゃあ稲盛さんの生き方を読んでみたりね、松下幸之助さんのね本いいのはね、中卒の人にも分かるように書いてある、うん、分かりやすく、分かりやすく、うん、大卒なんか入らないんだから、最初会社だい、みんな中卒なの、うん、だから中卒の人に向けてもちゃんと分かるようにすごくね丁寧に優しく書いてあるのよ。一からまあ、一からっていうかね、コンセプトを分かりやすく書いてある。だから、いや、ほんとね、ためになった。あ、こうやって解いていくんだなと。難しく言っちゃダメなのよ、どう簡単に言えるか、経営っていうものを。それから、まあ、中村天風さんのね、心身統一法ね、心と体はね一緒なの、心身統一法研究しねもう結核も治しちゃうという心の考え方で病気も治しちゃうんだから、はい、すごいんだから。それは知ってます。知ってたね、はい、でそういうところも研究していくと、あ、全ては考え方なんだなってところに気がつくわけよ、うん、ここで生き方は何、考え、どういう理念ミッションを持って経営しなきゃいけないのかっていう、この深い気づきがね、ここの3人を研究していくとね、あって、でこれ大事なのは、私やっぱり30年ぐらいね成功している人の言うことを聞いた方がいいな、うん、今の時流で
成功してる人、うん、儲けるが勝ちとかさ、はい、これは 2,3 年は続くかもしれないけど、はい、30年続くかどうか分かんないじゃないですか。でしょ、時流に乗れば何とでも言えるのよ人間って、うん、だけど30年成功し続けた人っていうのはそれ時流で成功したわけじゃないんだから、そこにはやっぱり本質があるわけ、うん、だからそうやって長く成功してる人の言うことをちゃんと聞いてね、素直にで勉強しだした。だから私もさ、このやっぱ3人まずここをね基本にして、基本がぶれない。それから人間っていうのはね、あの経験主義者になる、ね、自分の経験したものっていうのはねそれはいいんだけど、経験できる数なんて少ないから、まず教科書通りに経営をしてみようって思ったわけ、うん、私は、はい、教科書ってすごい大事。これね、教科書をすぐ否定する人がいる。それは教科書的、教科書ってすごくね悪い言葉ですから、うん、でもね教科書っていうのは抽象化された、一般化され、抽象化され、応用が効く概念なのよ。でここを否定しちゃうと常に自分を正当化し出すわけ、経営者が。うちの業界ではこんな教科書は使えないとかさ、うちの業界ではとか特殊性を言うわけ。それはどんな会社でも特殊だって言えば特殊なんだけど、でもね特殊だと思ってるのは自分だけよ。外から見るとみんな同じ、経営なんて一緒よ、本質は一緒、本質は一緒だから、教科書から、教科書で学び、その教科書と同じことをちゃんとねその通りに実践していくとね、これがうまくいっちゃう。基礎が大事。そうそうそう、そこをね、あのちゃんとやらない人は結局ね独りよがりの発想、結局学べない人になるの、そういう人。そして自分の経験っていうのはね、経験主義者にならないように補完的に、ね、機能法は補完的に使うこと、常に演繹法を使うっていうねアプローチを取るとコンセプチュアルスキルがすごく伸びてね、応用が効いて、まあいろんな環境の変化 にね早くこの順応できる人。わかる、演繹法って。わかる、ね、わかんない、わかんないね、はい、じゃあここはね、あの学んだ方がいい。演繹法と機能法とは何、演繹法がわかんないとね、はい、あの私が言ってる話が全部わかんないから、はい、分かる、全部わかんないから、はい、演繹法って意外と難しいのよ。奥が、これは奥が深い、抽象化させられる能力なの、うん、物事を、うん、で抽象化こそ応用できる能力だから、で教科書は抽象化してんのよ基本、うん、だから応用が効くの。だから教科書を理解できる人間っていうのは演繹法のアプローチが取れるってことなのよ結局、はい、ちょっと難しいけどね、はい、研究して。わかりました。どん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 社長が忙しくなり、社長の時間が限界に来た時に、まあ売上が成長がストップしてしまう。自分の今までやってたトップセールスの仕事を部下に任せて、自分のやってることを標準化させて仕組み化し、人に下に下ろしていくって仕事が必要なんですね。中小企業だから忙しい、忙しくしているから中小企業のままになってるんですね。今年の成果ではなく未来の成長にこだわる。どっちに経営者はこだわる？成長にこだわれば短期的な痛みっていうのは受け入れられるんです。